いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2014年モデルクライスラーイプシロンプラチナを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントに下すり、フロント複数箇所、ボンネットに飛び石、左リア以外のアルミホイル、左フロントドアエッジに傷、トランクパネルに線傷がございます。走行距離に関しましては約1万9000キロと低走行なお車です。外装色はホワイトクラウド、インテリアはブラックハーフレザーが採用されております。丸みのあるコンパクトボディが特徴的なイプシロンプラチナでございます。こちらのお車は上級グレードのプラチナということで、本革シートが採用され、インテリア上質な一台となっております。またフィアットチンクエチェントにも搭載されているツインエアエンジンは2011年のインターナショナルエンジンオブザイヤーに選ばれました。ヘッドライトに関しましてはキスノンヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンは 875cc 直列2気筒のターボエンジンが搭載されており、最高出力は85馬力でございます。また足元に関しましては純正16インチのアルミホイールが装備されております。続きましてトランクスペース紹介させていただきます。トランクに関しましては手動での開閉となります。トランクスペース十分な広さが確保された一台です。後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応することができます。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックハーフレザーシートが採用されております。運転席助手席若干の使用感がございます。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。またクルーズコントロールが搭載されておりますので、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。シフトに関しましては5速のオートマチックシフトが採用されております。またこちらのお車には純正のオーディオも装備されておりますので、ラジオなどをお楽しみいただける一台です。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2014年モデルクライスラーイプシロンプラチナを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約1万9000キロと低走行、かつ内外装のコンディションも比較的良好な一台となっております。上級モデルのイプシロンプラチナが入庫いたしました。プラットフォームやエンジン部分などはフィアットチンクエチェントと共通化されています。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。